久しぶりですね、この画角。確かにね、めっちゃ久しぶりじゃん。いや、僕もね、1ヶ月遅刻、あ、1回じゃない、1時間遅刻しちゃったっすね。まあいいんですけど、全然僕待つのはできるんで。いや、マジで、すみません。いや、マイク買ってた、マイク。まあね、これは不測の事態ということで。うん、え、今日は何すかね、実際。お子さん生まれて、僕と会ってくれなくなっちゃったんで。いやいやいや、全然。ちょっと久々に人しか会わないから。おい。おい。3ヶ月ぐらい経ってるかな、だいたい。それで2ヶ月経ったから、たまにちょっと燃えたりしてるから、そこら辺いじってくれるみたいな感じですか、今日。まあそうっすね。性格悪いっすもん。求めてるくせに。ああ、求めてるっすね。新人らしいっすか、じゃあ。いやもう本当やめてください。本当にもうパパなんだから。求めてるんで、ちょっと恥ずかしくなってきた。普通に娘見てる。久しぶりの外だからね。いや、そうっすよね。確かに、もう今周りの目めっちゃ気にしちゃうんだけど、今ファミリーチャンネルになってるんでね。で、なんすか。いや、だからまあ前行った、まあ、ご飯食べに行くみたいな。はいはいはい、あー、え、ご飯どこに、え、これ出産祝いとかでいいとこ連れてくれるみたいな感じ。まあそうっすね。高級イタリアンをちょっと予約してる。めっちゃ楽しみだね、普通に。まあ昼だから、正直、まあちょっと夕方だから全然食いたくないんだけど。あ、いつも通り。まあいいか、とりあえず行くっすか、じゃあ。もう近いんで、ここから。行くっすか、六本木なんでね。行くっすかって。あれ、なんかもう結婚する前よりレベル上がってる気がするな。高級料理屋って聞いたんすけどね、実際。まあよく言ってたんで、あ、言われた側の気持ちをちょっとね、味わってもらおうかな。こういう気持ちになるんだ、しっかり。普通にこんなとこ行く機会ないから嬉しいっすね。嬉しいんだ。いや、こんなとこ行く機会ないから。燃える燃える。あ、違うよ、うん、危ない。高級イタリアンって言ったらさ、正直、まあ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 、慣れてる感じだから、慣れないところに行きたいと思ってるから、子供生まれてからね。ああ、成長したいなって。俺もやっぱこういうなんか普段行かないとこ行けるのいいっすよ。どんなコメントするの。これ買わなきゃいけないでしょ、どうせ。そうっすよ、定番メニュー。え、どんぐらい食う逆に。そんな別に食いたくない。あ、食えるっちゃ食えるけど、うん、じゃあ食える範囲でしましょうか。そうね、前のサメ使い回せばいいって話。それ言うな、絶対。まあいっか、いろいろ選んでちょっと頼むっすね。なんか最近のサイズはもう QR で注文するらしいっすよ。あ、そう。これ注文始めるってなるの、2人1芸か1人か。1人。あ、いるか、普通に目の前に人。いや、カメラなんで僕。あ、そっか、カメラぐらいの存在です、ね、カメラぐらいの存在なんで。そうそうそう、あの番号を入れてくんじゃないですか、ここの。めんどくさ。画像とかじゃないんだよ。ないんですね。昔のカラオケみたいな。あ、カラオケ行かないんで分かんないです。カラオケ行ってると軽蔑してるから。じゃあ僕のこと軽蔑してるじゃないですか。言う前から軽蔑してる。こういうこと言っちゃいけないよ、お父さんとか。本当、娘さん生まれてきてくれてありがとうって感じです。クリーンになったから。なった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 。え、なったっすか。なったと思いますよ。どんぐらい、どこら辺がなってる。なんか面白さがちょっと変わりましたよ、動画の。いい意味で興味あるみたいな感じから、どっちかというと。そうですね、この人何するのかなっていう興味があるっていう感じ。人間として面白くなったみたいなのは感じましたけどね。ビール頼むっすか、じゃあ。ビール。はい、あの高級イタリアなので食べてください。え、食った方がいい。はい、美味しい。美味しいっす。前回なんかいろんなこと言いすぎて、やべえって言われたから、味しないでくださいから。確かに、ちょっと切ってみていい。確かに。パスタ美味しそうなんだよ、普通にね。でこれは500円ぐらいやったから、このパスタ。まだ安い。どうなの。確かに安いね。いただきます。しょうがないんだ。一言多いな。ガム食って。なんすか、その反応。いい意味で言ったら素材の味って感じだね。素材の味。わけわからん。パスタの素材の味って。パスタの素材の味。まあ美味しいね。これは味薄くていい感じ。ああ。楽ね。まあ薄くてもいいのと濃くないといけないのありますか。これめっちゃ美味しい。その散々いろいろ言ってるから本当に美味しいんだろうなって思った今聞いてて。そう。家で作れるぐらい。家で作れるぐらい。ギリギリのラインだな。じゃあこのエスカルゴってやつ切ってみて。カタツムリだ。カタツムリですね。これ美味しい。美味しいっすよね。カタツムリの味しない。カタツムリの味ってなんすか。食ったことないけど。おめでとうございます。本当に食った。
なんか最近動画のこうちょっとスタイルみたいなの変わって、なんかツイッターで定期的に流れてくるんですよ。はいはいはい、なんか変なやつ、はい、それについてどう思ってるのかなって。え、どういうこと？ツイッターに気にしてるでどう思ってるかなって。アンチとかにどう思ってるのかなって。ん、ありがたいっすありがたい。俺の奥さんも言ってんだけど、うん、触れられないよりいいよねみたいな強すぎるそれはなんか言ってた本人は、そういうのがいいんでしょみたいな。達観してますね、だいぶ上から見せる。絶対育ちいいっすよね。そうなんかな掘り返しちゃうんですか、指輪のやつとか、なんか笑い方とかめっちゃ言ってたじゃないですか。あ、まあ確かに。でももう一時期言われてたけど、もう言ってる人あんまいない。確かに粘り強くめっちゃ言ってくる人はいるけど。ちなみにそのファンの層というか、視聴者の層ってやっぱ変わりました、お子さんの話してから。まあ、変わったけど動画によって全然違うっていう感じから。ああ、そんな感じなんだ。もちろん子育て系のやつは女性とちょっと上の、でも確かに年齢差上がってるかもしれない。でも意外となんか同年代が増えたかも、上がったっていう。なんかやっぱ YouTuber とかやって結婚とか出産とかってなると、女性からの見え方はやっぱ良くなりますよね。なんか安心して見れるというか。確かにそれ狙って公表したって言うな絶対公表しないとかも可能性としてはあったんです最初の方。最初俺は公表しないつもりで隠して、 2,3 年後に実は2歳ぐらいの子いるんですよって言ったらかっこいいかなって。変わってんな。え、なんかかっこよくない？淡々とやってたけど実は子供いてみたいな、はいはいはい、っていうのがいいのかなと思ったけど、スタワーズに言われて、あー、そこだったんですね。頑張ってる様子を映した方がいいんじゃないみたいな。あ、確かにと思って、それでまあそっちにしたっていう感じ。なるほど。本当マジで言わないつもりで、僕も聞いた時びっくりしました。だから下のもう一人が借りてたんだ。あー、なんかバレそうな時はそっちに行ってもらってみたいな。なるほど。だから借りた意味がよくわかんない。いらない高い部屋借りてるみたいな。今弟くんが住んでるの？あ、そう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 。金持ちのおっさんが若い女の子に部屋貸してるみたいな。わかりやすい。そんな感じになっちゃってる。まあでもコラボの時は下行ってもらってるから。奥さんお会いしたことないよじゃないですか。はい、ですけど、なんかあのカジサックさんの企画の時にちょっとだけこう、あの裏でその企画のやり取りさせてもらったんですけど、ほんと LINE のやり取りでしかないんですけど、商品を選ぶみたいなやつじゃないですか。割とテンション感がほんと狩野さんちょっと似てるなっていう。あ、本当に LINE の LINE のあとすごいっすよね、なんか下ネタに対する返しがうますぎるみたいな。エロすぎるな。もともと喋りとか別に人前でやるような人じゃないですよね。分かってるんだよな、その返し方のタイミングとか間が。あ、そうなんだ。練習してます裏で。いや全然してない。引っ叩いてスパルタ教育してるだけっすよ。叩かれてる方じゃないですか。え、突っ込まれてる方じゃない。もうカットで娘さんには YouTube のことは伝えないようにしてるYouTube の存在を伝えない。え、でも子供が、僕らがちっちゃい子なんてなかったじゃないですか、仕事として。ちょっとこう自我が芽生え出した時に、家にカメラがたくさんあったり機材があったりした時にどう思うんですかね、 YouTube とか知らなくて。そういう家庭だと思って育つじゃないですか。それもうやっぱ違和感感じ、やっぱ幼稚園とかそういうとこ行き出すとやっぱ違いを感じてくるんですかね。ちっちゃい頃なんか俺仏教だけどキリスト教の学校行ってて、でもなんかそれ普通だと思ってたから、学校ってこういうもんだと思ってたから、なんか朝月曜か分かんないけど教会に行ってこうやってなんかやるみたいな。小学校、あ、そう、幼稚園か、そういう風にやるもんだと思ってたから。カトリック的な。あ、そう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 、周りの人たちもそういう風だと思ってたから、なんかそういう風に思うんじゃないかな多分。変だとは思わない。みんなの家にもあるんだみたいな感じで。あ、そう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 。幼稚園とかいつから行かせるんですか。大吾さんに言われたのが、はい、なるべくもうすぐ行った方がいいよ的な。ちっちゃい頃から行った方が将来的な IQ が高くなるよって言われて。社会性みたいなところで、まあ金持ってないですけど、全然稼いでないですけど、いいとこ行かせてあげようかなって感じで。え都内とかでなんかいい学校とかって結構あるんですか、幼稚園とかも。うん、調べたらめっちゃある。全然枯れないですけど。らしいです皆さん。けどやばいって、あの今年の税金払った金額何千万で払ったの。何千万何千万、まあ、金ないですけど普通。何千万払うってことはっていう。ビビった。みんなが見てくれるおかげで払えたっすね。夢あるな。一個気になるのは、奥さんに対してバブバブするんですか。これ強がってる人じゃなくてマジでしないかもしれない。なんか恥ずかしくできない。したいって分かんない。分かんない。ケツ突っ込んではいいかもしれないけど、赤ちゃんプレイはしたくない。あ、したいとは言えないかな。したいって言えないかなってことは、したいってことだよ。確かにベタベタしないから、そんな。
プロポーズの時なんて言ったんですか。だからプロポーズしてない。あ、してない。子供できたら先だから。ああ、そっかそっかそっか。話の流れ的な。そう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 。その子供ができたって分かった時の心境はどうだったんですか。あ、いいじゃん。もういいじゃん。あ、あとあれめっちゃ言われるわ、なんか俺最近。子育てに対してさ、上からめっちゃ言うじゃん。すげえ反論してくる人とかめっちゃいるね。分かってないの、そういう感じですか。分かってないのはお前だけど。え？分かってない人はコメントする人の方だと思う。確かに、しないですからね。いや、分かんない。なんか、俺がなんか動画内で子育てするのは当たり前だよって言ってるから手伝ってくれねえんだよみたいな話をしたら、彼のその動画、はいはいはい、まあでも大体いいこと言ってるっていう人多いじゃん。こんなまともなのは軽くスターではないから間違いない。いや、なんかそれとか、いや、なんか悪い方言ってほしいです。悪い方、悪い方。手伝うに全てが集約されている。あー、その言葉になんかもう説明の元のあやっすよね、これも。その言葉にいちいち引っかかってるから、そんな性格なんだよと思っちゃうよね。そっからね、ちょっとちっちゃな喧嘩とかそういう風に起きてくるから、その言葉遣い一つだって、まあ、なんか手伝うってことに対して何だっけ、第三者目線だから手伝うって言葉が出ちゃうみたいなこと言ってたけど、実際なんかそんな手伝うよって言われて第三者目線ならこいつなんて思わないから。そうっすよね。別に、うん、そこの空間には他の人いないですからね。そう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 、2番手だからその言葉が出るんだよ。そこまで考えてる人の方がおかしい。おかしいっていうか、何歳なのか知りたいな。まだそんなこと言ってるんかっていう。それこそ、まあ、その人がおかしい可能性もあるんですけど、旦那さんが変な可能性もあるじゃないですか。まあ、確かにそれはそうだ、うん、旦那が仕事も育児も家事もするのも当たり前でも私が家事をするのは当たり前じゃないから感謝してほしい、なめんなってことなのかな。どういうことかよくわかんないですもん、はい、なんかね、みんなよくわかんないですよ、うん、賛同してんのか、うん、否定したいのかよくわかんない、どっちか、うん、言わなくてもとか言うけど、でも伝えながら一緒にやるってのもまた一個重要ではあるじゃないですか。言葉にするって結構大事じゃないですか。なんか自分ちどっちがメインとかないけど、うん、お互い手伝おうかみたいなことを話してるから、ね、子育ての感じで、そういうもんすからね、うん、だってさ、ミルク抱っこしながら作ろうとしてて、奥さんがさ、手伝おうかみたいなこと言ってくれるときあるけど、何こいつ手伝うなんて言いやがってみたいな、思わないからね、普通に。相当ストレス溜まってんだよ。そういう細かいことで引っかかっちゃうのも良くないんじゃないっていうのを言いたいの。気にしない方がいいよっていう。そんなこと言っても、そんなこと言ったらさ、全部嫌になってくるから。親がこんな動画出してる方が嫌だな、ネットに残るし。まあ確かに、それはそう。それはそうだけど、反応して、そういうコメント書いてる親の方が嫌だけど。その返信が、親がこんなコメントするのが嫌だ。反応して、向きになって書いてる、親の方が嫌だけど。もうそれっぽいコメントありました。この手の動画でピキってる女性っていろいろ下手くそなんやろな、うん、旦那選びが悪いんか、そういう女性やからそんな旦那になるんか、どっちやろな、うん、このコメ欄でピキピキしてる人いっぱいいてるけど、ジェリーの男をちょくられて怒ってるトムみたいで可愛い、うん、いや、俺は女性の味方なんか、そんなことは思わないです。急に。でも、お互いの問題ですよね、これは多分。いや、そうだよ。どっちかだけってことはないですよね。だって結婚するって選択をしてるわけですからね。そうだよ。俺が嫌いなのが、だからそのなんか、TikTok とか Twitter に夫か分かんないけど、妻か分かんないけど、めっちゃ悪口言いながら、自分頑張ってますよ感出してる人たちいるじゃないですか。あれが嫌いなんだよ、そっちは。まあ人それぞれ、もちろんめっちゃ大変なとこあるかもしれないけど、言うてなんかそれって自分の責任でもあるんじゃないって思っちゃうんだよ。だって普通にもともと好きって言ってさ、結婚してるわけだからさ、その時点での気持ちだったらさ、絶対そんなことになってないと思う。そういう気持ちをお互い忘れちゃってるから変な風になってんじゃないっていう、結婚10年目の俺が言うのもなんだけど、10年ベテランからの意見として、ベテランってことにはしとかないと、新参者が何言ってんだよってなっちゃう。まだ初々しいというか、の方がやっぱ新鮮じゃないですか、体験することって、年月が過ぎていくごとに、当たり前が分かんなくなっていくから、こんな偉そうなこと言っていて、2、3年後、こういう感じになってるかもしれないよね。なんか見たのは相性がいいみたいな、その2人そのうまくいってるようにこう見える理由みたいなのをツイッターで、お互いが自営業で仕事をできてるっていうところと、お互いがそのじゃあ財布を一緒にせずにもせずともこう生活していける余裕があるっていうところ、カノさんが奥さんのところ大好きっていう感じで、日本人ってやっぱ結構でもお金にやっぱ困ってる人がやっぱ多いっていうか、
確かにそこの面でなんかそこがすごいありますよね。なんでお小遣い制にすんの意味わかんないみたいなこと言っちゃったから、なんか言うて月30万円だったとして家のローンとかさ車のローンとかあったらさ、それは自由に俺みたいにバン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 使ってたらそりゃダメだよねってなっちゃう。まあ終わるっすね家庭が。まあ俺お金ないんだけど。はい世の中の男性が努力するっていうのがやっぱ大事ですよね、結婚したいなら。ああ、なんかそのコメントでやったのが俺もそうだなと思ったけど、もちろんそのマジでヤバいさだらしない男の人もたくさんいると思うけどさ、お金にでもそれお小遣い制にしちゃったらさ入ってくる金額一緒だからさ、自分をもっと良くしようってなんないんじゃないって、まあその維持現状維持みたいな、どうせ月入ってくるの5万円ぐらいとか3万円ぐらいでいっかみたいなやっちゃうし、うん、奥さんの職業触れるとまずいみたいなんで、キャバって言われてるんですよ。あ触れるとまずいっていうより、いや実際もうさ奥さんの周りにさなんか声だけしか出てもらってないけど何々だよねっていう連絡がめっちゃ来るらしくて、でこれで職業とかもう全部言っちゃうと確定になっちゃうから、でもなんか言ってることをやってるんだけど本当に。まあ、そうですよね、キャバの自分でやってて美容の美容みたいな仕事をしてるっていうのは本当だからでもこれ以上は言えないから相手に迷惑かかっちゃうから、俺から何も言えないって感じで、めっちゃ言われるのよ、すぐ離婚しそうみたいな、めっちゃ言われるね、すぐ離婚しそうに見えるさ。いやどうなんすかね、一緒にいるとか動画でしか見たことないんですけど、しないけどなんかあれなんだね、そんな感じじゃないんだよね夫婦って。じゃあそんな人たちからしたらもっとギスギスした感じなのかな。あ、まあ、それはあるんじゃないですかね。そっちの方が離婚しそうじゃん。そっちの方が離婚しそうだけど、離婚しそうっていうか離婚できなくてしたいけどできなくてお金の面とかで我慢してるだけじゃん。まあそれはあるかも。闇深いっすねコメント欄は。リスナーに手を出した感じかね。え、でもマジで違う。え、なんか知らなかったらしいから。確かに。いや動画全く見てないですよね。ああ、俺が見てるからやっと最近 YouTube 見るようになったらしい。いやわかんないです。嘘ついてるかは知らないけど、かもしれないけど、マジで知らなかったらしい。視聴者の人ではない。でどうやって出会うのかわかんない視聴者。動画にこう出てもらうようになったりとかしてから、ああ、はい、日常ってちょっと変化したりとかしました、なんか会話のやり取りとか。特に変わってないけど、想像以上にバレるのがすごすぎ。すごすぎるらしくて、まあ、恥ずかしいって言ってたら、恥ずかしいって言いながら あの感じでやってくれるから才能あるっすよね。なんかソロチャンネルやっても人気出そう。あ寝るときって一緒に寝てるんですか。あ半々ぐらい。一緒じゃないときはどういう感じで寝るんですか。あソファーで寝てる、リビング。ワンちゃん2人で寝てる。はいはいはい。ワンちゃん2匹いるとすごい、なんか何人かと5人いるみたいな。あそう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 。意外とアンチコメントないみたいな。アンチしてる方がちょっと変な人が多いコメントばっかです。あ全然変なコメントでやってほしい。サムネに使いたい。はい、キャバ嬢だと思ってたから。あ水揚げって言われてますね。水揚げ、水商売の人をあげるっていうのと、あ魚あのマグロとかそういうでかい魚を水揚げするってことで。あそういう風に言うんだっていうか、アイリスさんと勘違いしてるからそう言ってるってこと。どういうこと。確かに一人歩きしてるんですかね。話し方、奥さんも気遣って YouTube の時だから声とかワントーン上げて話したりみたいなのあるっすよね。でもいやないっす、ね、ないんだ。明るいっすね。だとしたらずっとそれだと、あの君ってもっと静かな女の子が好きそうなイメージだった。確かにめっちゃいるんですね。なんかこんなバカ女好きだったんだみたいな。バカ女幻滅したみたいな。こんなバカな女好きなんだみたいな。え、でも人魚してうまくいってるってことは、絶対頭いいですよね。バカっぽいのかな声聞いてると。まあでも確かにどうなんだろう。まあでも実際正直そんななんかクールな感じよりあの奥さんみたいな方が好きっすって普通に。明るめ、うん、全然バカ女の方が好きっすね。じゃあちょっとかっこよかったね今の。いや分かんない、バカな人だと思ったことないよ。まあそうっすよね、一緒にいるって、うん。一番奥さんの尊敬できる部分とかってありますか。おっぱいでかいところか。おっぱいがでかいところ。やば。なんで読んでるか。こういうこと言ってるからバカだと思われないんだもん。まあでも仕事頑張ってるし、まあ単純に寛容で素晴らしいなって思って。俺ぐらいのなんかことやってても許してくれるじゃないか。なんて言ったらいいのかな。別に否定しない感じ。それでなんか不安になってとか。あ、そう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 。そういうのがなくて次は大人だなと思って。次はまたなんか最近シーンのなんか俺がめっちゃ否定してるみたいな。切り抜きあるじゃん。またなんか盛り上がった。え、またあれがまた再熱みたいな。案件来て、あシーンじゃないか。キムみたいな。キム、あちゃんと断っといたっす。
ちゃう。なるほど。あれすごいっすもん最近なんか、うん、いや知らない、その裏側俺は知らないけど、その調べてないから、はいはい、まあ、実際さ、なんかクレジットカードの情報抜かれるとかさ、個人情報抜かれるみたいな、わかんない、抜いてないと思うけど、だって抜いてたらさ、ちゃんとアプリとか表示されるかね、アップルストアみたいな、わかんないけど。まあ、確かにそんなやべえことしてるアプリ表示できねえんじゃん、わかんないけど、いや知らなかったとしてもなんかそういう噂があるから、あんまそういうのはやらない方、なんかみんなもやらない方がいいんじゃないかなと思って、うん、やめといた。お金欲しかったけど、あんまお金ないから。やっぱ案件費用とか高いんですか、そういうことか。変わん、あ、まあ、まあ変わんないぐらい。変わんないの、いつもと変わらないぐらい。まあ、実際なんか、俺もなんか、TMA ってサイトさ、超出てくるからさ、Google の。しかもなんか、日本に売ってないような、まあ、これ欲しかったんだよ的なやつが売ってることがあって、買おうかなと思うけど、いやちょっと怖いし、だってさ、3000円ぐらい、え ?2000 円ぐらいだっけな、なんかルーレット回すみたいな見た目出てきたら、広告みたいな、でポチッと押したらタダになるみたいな、絶対おかしいじゃん、ね、まあまあまあ使わないでおいたし、案件を断っておいたっすな、またこれ切り抜かれるな、絶対切り抜かれるな、だって否定しないもん確かにコメントなんて、お金がないからし、買うしか出んだよみたいな、めっちゃ書いてある、絶対嘘だ、絶対嘘でしょ、いくらぐらいでしょ、しでも何百円とかじゃないですか、何百円の服しか買えないぐらいさ、やべえお金ねって人がスマホ持ってないんじゃない、まあだからあのたくさん着たいんじゃないですか、ああそういうことね、うん、我慢して高いの買った方がいいと思うけど、俺からしたらそんな安いの何個も買うのいい、価値観だなって感じる、ああそういうことね、うん、基本的にその考えの人って結構稀なのかな、逆にってのは思います、日本、今の日本で、まあ安きりゃいいみたいな、うん、なんかね、高いやつ買った方がなんかテンション上がるから、うん、その一個一個、うん、まあ、思い出に残りますね、ちゃんと、あ、そう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 、最近もなんか飛行機乗るときもさ、LCC とかあるじゃん、あれ乗らないようにしてて、普通の航空会社乗るようにしてて、なんか気持ち的に思い出として全然違うんだよね、わかんない、ね、俺たまに見るサイトがあって、なんか雑談たぬきみたいな出た、気持ち悪いですか、気持ち悪いじゃん、気持ち悪いおばさんしかいなそうなサイトあるじゃないですか、あの匿名のやつですよね、これにめっちゃ面白いコメントがあって、海外のアニメしか見ません、ゲーム詳しくないです、俺おしゃれなものしか好きじゃありませんでタイだったのに、最終的に童顔巨乳のアニメ声が好きだったら笑うわって確かに、いや童顔かわかんないけど、確かに童顔かわかんないですよね、確かにね、巨乳のアニメその趣味と女性の好みはちょっとマッチしてなかったんで、当たり前じゃんどうすかそのいじりは、えいじり、どうすかそのいじりチンチンソワソワしてくる、ソワソワしてチンチンソワソワしてくるっすもう何も言えない確かに俺生きってなんか海外のものばっか好きですよみたいな感じで言っといて、結局オタクが好きなようなやつが好きなんかみたいな、はい、まあ、でも多分オタクが好きそうな感じでもないけど、なんかちょっと怖そう、クールなか分かんないな正直、まあ、でも確かに巨乳大好きっすね、やっぱり、はい終わりはいおしまいって言ってほしいんでしょ、どうせ別に好きじゃないけど、どうでもいいと思ってるから、胸じゃないよ性格だよ、分かるか、あーまああと 2歩ぐらいだけ言っていい、はい、確かにお金あるからそういう余裕があるんだよってめっちゃ言われるね、まあでも確かに、いやお金はあると思ってないけど自分の中では、まあでも確かにお金があるとないって全然違うんだろうなっていうのはやっぱ感じるよ、選択肢が増えますからね、はい、普通にお金があるから許せるっていうこともあるじゃないか、多分お金がないから不満が出ちゃうっていうのも確かにそれは分かるかもしれない、今日のポイントはそこっすね100% 離婚するとかまあでもこういうコメント欄に向きになって書いてる人は元からさ成功する感じじゃないんじゃん、結婚に対して、まあ確かに第三者が別に介入しないですから、ここに書く前にやることあるんじゃないっていうのを思うよ、ここに書く前に自分たちの関係をちょっと見直す時間作ってもいいんじゃないっていう、うん、一旦反射でコメント書いちゃうんじゃなくてね、俺何言ってんのそんな偉そうなこと言っていいのかって、まあ、10年目なんで、え結婚10年目なんで、そうだね、なんかこれに関して言いたいことは確かになんか思いやりが大事なんじゃないって思ってこれを言ってるから、思いやりの気持ちがお互い足りてないんじゃないかなって夫婦っていう感じが言いたいから、お金なかったとしてもそれ以外でさお互い助け合ってたら別にそこ文句あんまないんじゃないかな、金があるからって言うけどさ、俺が多分適当な扱いしたら絶対問題起こるしね、うん、
金じゃない気がするけど、お金があったとしても態度がすごい悪かったりとか、やれよみたいな感じでやっちゃうのは多分お金だったらうまくいかないんじゃん。なすげえ大人になったじゃん。じゃこれ隠してるだけです、この部分はきっと。結婚が暴いた。あ、暴いた、暴いた。いや、結婚して半年で今27歳でこういう考えに至れてるかもしれないけど、逆にもっと上になって4、50代になってもしこれを書いてるんだったらやばいよっていうのを自覚した方がいいかもしれない。確かに、もっと気づこうぜって。親がやってたらちょっと引きますもんね。いや、そうそうそう、人それぞれ家庭で問題あるから何も言えないけどね。こればかりもう眠いんで帰ります。赤ちゃんなんか外出たら急に雨になってたから大雨最悪、普通に熱中したってね。いや、ね、ゴミ袋持ってるみたいな。3280円安っ。いつもだったらビール2本で3000いっちゃうから。え、奥さんにちょっとバブバブしてみてくださいよ。あ、だそれ動画で。あ、はい、そうそうそう、トイレ調整する。トイレ